クーラーブライドは日本の競争馬。主な勝倉は愛知杯、中山品場ステークス。場名の意味はフラダンスをする神父である。2009年5月9日、北海道登別市の青卵牧場で誕生した。牧場時代はあまり目立たない存在で華奢な印象が強かったという。2011年8月21日、札幌競馬場で行われた芝1500メートルの メイクデビュー戦でデビューしたが13着と大敗した。2戦挟んで初のダート戦に出走し3着と構想した。ダート転向後は常に上位争いを演じたが勝ちきれないレースが続き、デビューから1年近く経った2012年8月18日、デビュー戦の地である札幌競馬場で行われたダート1700メートルの未勝利戦に出走し13戦目に、 して初勝利を果たした。その後は4ヶ月近い休養を挟んで、年末に復帰したが2走して5着、2着に敗れた。年が明けて2走した後、2013年2月16日の条件戦に出走し2勝目を挙げた。3ヶ月の休養後、5走したが最高着順が3着だった。9月28日、2年ぶりに芝のレースに出走した。 管理する木原和義によると、ダート号車のゴールドアリュール3区のためなかなか芝に切り替えられなかったが、同級車で判定の AT タラントが、ダートから芝に転向して500万条件戦を突破したことから、姉のフーラブライドも芝で走らせたという。レースは、後方17番手からのまくりが決まり差し切って3勝目、芝のレース初勝利を果たした。 続く10月27日の芝のレースでも勝利し、12月14日の愛知杯に格上挑戦した。12番人気と低評価だったが、中団からレースを運び最後の直線で力強く抜け出し勝利、3連勝で重賞初制覇を果たした。生産したセーラン牧場にとっては1970年の創業以来43年目で初となる。 中央系馬平地重症馬の誕生となった。年明け初戦となった2014年1月19日の日経新春杯は先行したが3着に赤敗した。続く3月16日の中山頻馬ステークスでは重症初制覇を挙げた愛知杯と同じように集団からレースを運び直線で抜け出し一番人気に応え重症2勝目を果たした。5月18日には 初の GI 挑戦となるビクトリアマイルに出走した。管理する木原和義が、ここは、試金石と語っていたが13着に敗れた。続く6月15日のマーメイドステークスは3着に、敗れた。起乗した、坂井学は、トップハンデとなった56キロの金量を敗因に、上げた。その後、秋シーズンは参戦するが、いずれも着外に終わった。 年明け初戦となった2015年1月18日の日経新春杯はアドマイアデウスの2着と交送する。しかしその後は惨敗が続き11月15日のエリザベス女王杯6着を最後に現役を引退した。引退後は北海道白尾町の白尾ファームで繁殖品馬となる。中央競馬の全重賞価値としては2001年に障害重賞の 新潟ジャンプステークスに勝った光星がいる。また、中央競馬に限定しない、全重症競争では、2006年に、千代のドラゴンが、石川県競馬の平地重症サラブレッド対象点を、勝っている。JRA データファイル2009年3馬の場名の、由来2014年6月2日閲覧。AB、I 知杯、G3 重症ウイナーレポート。競争馬のふるさと案内書。 2014年6月2日閲覧。AB、中山品馬、SG30 賞ウィナーレポート。競争場のふるさと案内書。2014年6月2日閲覧。中山品馬 S、フーラーブライド解賞。芝天候で昨週から5004勝。スポニチスパニッキーアネックス。2014年6月2日、閲覧。中山品馬 S、フーラーブライド芝で快進撃の裏。 トースポウェブ、2014年6月2日閲覧。フーラーブライドが優勝競馬の愛知杯。日本経済新聞。2014年5月29日閲覧。日経新春杯、品馬フーラー、先行作で3着。サンスポウ、コム、2014年6月2日閲覧。フーラーブライドが重勝2勝目競馬の中山品馬ステークス。日本経済新聞。 2014年5月29日閲覧。ABC、優春平成26年5月号、中央競馬 PR センター、P102 から103、第32回中山品馬ステークス、ビクトリアマイル、立東レポートフーラブライド。ラジオ日経、2014年6月2日閲覧。マーメイド S、フーラブライド、ハンデ響き3着。 サンスポー、コム、2014年6月16日閲覧。フーラーブライド号が、競争馬登録抹消日本中央競馬会。2015年11月18日閲覧。ブライドグルーム、ジャビスサーチ。www.jbis.or.jp。2021年5月28日閲覧。ブライドピーク、ジャビスサーチ。 www.jbis.or.jp2021 年5月28日閲覧。javissearch www.jbis.or.jp2021 年5月28日閲覧。javissearch www.jbis.or.jp2021 年5月28日閲覧。 ありがとうございます。